どうも、R と申します。今回はメモリーストーンがもらえるこちらの回収された塔の攻略方法についてご紹介したいと思います。場所はリムグレイブの、ま、W 方面ですね。左の方のこの位置になります。 中に入ると H をと書か,かれたメッセージがあり最初はここにはしごがない感じになってますね、まあ、何もなくて、まあ、2階は見えるけど、まあ、登る方法がないっていう形ですでこちらで何をすればいいかというとジェスチャーの H を使っていただくと進めるようになります 注意点がありましてこれで終わりじゃなくて最後に腕を伸ばすんですよねここまで待たないとあのはしごが出ないのでご注意ください英知の取り方に関してなんですが魔術学院のレアルカリアで学院の奇跡鍵これがもう一つあるんでそちらをレアルカリアで入手して 魔術師トープスに渡すともらえます。この魔術師トープスっていうのは、えー、ここですね。ストームベル城を進んでいった先のイギリス城にいます。こちらの祝福から最寄りなんで一度向かいますね。こちらの祝福から目の前にイギリス教会が イリス教会が見えるので進んでいただいてここに座ってる人がトープスですね自分はもう鍵を渡してしまったんでいないんですが渡した後にすぐレアルカリアのレアルカリアに移動するようになります 移動した後にもう一度来ると先ほどの鮮魚を落とす虫がいるみたいですね。でここで先ほどの学院の奇跡鍵を渡すとその場で H がもらえる形になっております。ぜひお試しください。わからないこと等あればコメントでご記入ください。よかったらチャンネル登録、高評価の方もよろしくお願いします。 では以上になります。ご視聴ありがとうございました。